令和6年6月21日金曜日です。金曜夜9時から受付開始しております。金曜ウレタンレース本日も開始いたします。よろしくお願いいたします。はい、では練習走行は終了しておりますので、前半戦予選第1ラウンド第1組ご準備ください。オープンクラス予選第1ラウンド第1組出走ドライバーは湯根谷選手、木村選手、凛太郎選手、勝田選手。前後列一応しておきましょうか。前列湯根谷選手、凛太郎選手、お二方前列グリートです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金ウレオープンクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。4台走行の予選第1ラウンド第1組。さあスタート直後隊列が整って、オープンラップトップで帰ってきたのは凛太郎選手。2番手すぐ後ろに勝った。3番手合わせがおっとさ、木村ニューネアさ、予選レースから負けられない争いが繰り広げられている。さあトップ走行は凛太郎、スタート直後ホールストップを奪いました。さあ2番手勝った。3コーナーでワンヒットがあって、トップ凛太郎との距離はこの周回で1秒差。2番、勝った。3番木村、4番ニューネア、さあここが近い。さあここが3番4番入れ替わって、ニューネア3番手浮上、4番手木村。さあトップ凛太郎が抜けてる展開。2番手勝った。追いつけるか。1番2番その差が1秒差。さあこの周回さらに広がるか、ほぼ変わらず1秒差。さあ3番4番はテルツノーズ、オレンジのマシンと白いマシン。さあ負けられない客戦いがそこにある。ニューネア VS 木村、さあクラッシュ。さあ入れ替わって、これで木村が3番手浮上、4番手ニューネア。さあその間トップグループが逃げる展開。レースタイムは残り1分45秒です。さあ金オレタンレース、レース開始直前にレイアウト変更を行っております。右回りのミニスカップ、九州大会レイアウトから、左回りのオリジナルレイアウトです。おっとっと、さあ2番手勝田選手がミスがあった。さあこれでトップ凛太郎、白グリーン。勝田選手2番手との距離は広がって4.8秒。3番手に木村、4番手ニューネア。トップ凛太郎は3番手木村までラップ状態。3分間周回レース2分が経過いたします。金ウレ予選第1ラウンド第1組、トップ走行は凛太郎選手、現在1コーナー2コーナー白グリーンのマシン、マクラーレン12C。 2番手勝った、白ブルーアウディ R8、 前凛太郎との距離 4.8秒差。3番手にニューネア、4番手木村。さあストレートでオレンジと白のマシンが3番4番バトル状態だ。レースタイムは残り40秒です。残り40秒。さあトップ凛太郎が予想周回は17ラップ予想。おっとっと、さあ木村はちょっと痛いミス。さあこのタイムロスは痛いか。残り30秒切りまして、残り20秒です。金ウレ予選第1ラウンド第1組オープンクラス。さあ残りは15�秒。トップ凛太郎があと2周というところでしょう。残り10秒です。残り10秒。さあ凛太郎トップ、ファイナルラップに入っていく。さあ勝田もう一周届くか、入りそうですね。さあ入った、まもなく3分経過。タイムアップ、ニューネアゴール。さあ凛太郎トップゴール、木村ゴール。レース続行中です。レース続行中。はい、勝ったゴール、全車ゴールです。トップゴール凛太郎選手、17分3分5秒43。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。金ウレオープンクラス予選第1ラウンド第1組終了です。では続きまして第2組の方ご準備ください。出走ドライバーは増田選手、浩平選手、カズちゃん、今村選手、店長。前列グリッド、増田、カズ、今村、お三方前列グリッドです。木村さん、実況もめっちゃ分かりやすいんで助かります。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金ウレオープンクラス予選第1ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。スタートしました。おっと、一方がクラッシュは店長、マスターさんがトップに立った。浩平君がトイテルツノーズ2番手、トップで帰ってきたのはマスターさん、2番手浩平君。マスターさんがクラッシュ
それでトップに立ったのが、コウヘイ君、2番手が勝田さん、あ、ごめんなさい、今村さん、ごめんなさい、今村さん、3番手が片山さん、4番手が店長、店長が3番手に浮上、増田さんが、5番手。さあ、コウヘイ君が逃げる展開で、4周目。2番手今村さん、3番手が店長、4番手片山さん、5番手増田さん。さあ、1分経過、トップコウヘイ君、2番手店長、3番手今村さん、4番手片山さん、5番手増田さん。コウヘイ君と店長、1番手2番手の差が2秒3、店長今村さんが、コンマ75。さあ、このまま浩平君が独走状態になっていくか。さあ、2番手店長も、まだまだ、タイム差が2秒8。3番手今村さんが2番手店長との差が1秒2。4番手片山さん、5番手増田さん。レースは間もなく残り1分、残り1分。トップ浩平君、2番手店長、3番手今村さん。おっと、ここで増田さんが少しクラッシュ。4番手片山さん、5番手増田さん。さあ、残り30秒、残り30秒、浩平君トップ、2番手店長4秒4、店長、今村さんの差が2秒まで縮まった、今村さん、増田さんの差が5秒9、5番手、片山さんと増田さんの差が4秒7。さあ、残り10秒、残り10秒。さあ、コウヘイ君がこのままトップで、逃げ切れるか。店長との差は4秒。1番ゴール。はい、コウヘイ君ゴール。4番ゴール。店長ゴール。片山さんゴール。2番ゴール。3番ゴール。はい、ゴールです。ナイス実況。ナイス実況。ございました。いや、全然大丈夫。トップゴールは浩平選手16ラスト1秒58。はい、お疲れ様でした。予選第1ラウンド暫定集計結果が出まして、暫定ポールは凛太郎選手の17ラスト3分5秒4です。勝田選手も17ラップマークしております。上位2台が17ラップ、本日は9台エントリーですので、トップ3ですね。トップ3が A シード、今のところ凛太郎、勝田、浩平ちゃん、浩平ちゃんがボーダータイム16ラップの3分1秒です。17入れたいところですね。はい、では続きまして金売れオープンクラス予選第2ラウンドに参ります。第1組の方ご準備ください。出走ドライバーは三浦野選手、木村選手、凛太郎選手、勝田選手、前列グリッドは木村、勝田、お二方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第2ラウンド第1組3分が周回です。スタートです。さあ、スタートしました。オープンクラス、おっと、さあ1コーナー、2コーナー先頭、予選第2ラウンド第1組。さあ、先ほど、おっとっと、さあオープニングラップトップで抜けたが、クラッシュがあって結局は凛太郎がトップ。さあ、そして2番手木村、1コーナー、さあ刺さっているオレンジのマシン。さあ、トップは凛太郎、2番手木村、3番手勝田、4番手ニューノヤ、序盤レースオーダー。さあ、凛太郎選手は先ほど暫定ポールタイムをマークしておりますが、さあ予選第2ラウンド、徐々に路面グリップの上がってくる予選走行、トップ走行凛太郎選手、さあ一瞬3コーナー危うい動きを見せましたが、さあ快調にトップを逃げる。さあ2番手勝田が凛太郎の後方、2秒、3番手木村が2、おっとっと、さあクラッシュだったか。さあ
勝田の候補3番手木村が、1.6秒、三浦が遅れる展開になったか。残り2分です。序盤の1分が経過いたしました。トップ凛太郎、現在1コーナー2コーナー、白グリーンのマクラーレン 12C。 さあ現在のアベレージベースは 11.15。 先ほどの第1ラウンド第1組の走行よりわずかにペース的に遅いか、いや上回ってますか、上回っ、いやいやちょっと遅いです、ちょっと遅いです。さあ残り時間1分30秒です。折り返しが過ぎました。3分間周回レース、予選第2ラウンド第1組、トップ走行は凛太郎選手、現在ストレートから1コーナー2コーナーに入っていく白グリーンのマシン、2番手白ブルーアウディ R8 勝った選手が凛太郎の後ろ 2.7秒差、3番手白いマクラーレン 12C 木村選手が前勝った選手の距離は3秒。おっとっと、さあ勝った選手クラッシュ型。さあレースタイムは残り1分です。残り1分、勝った木村7.6秒差か。そして4番手に三浦選手、レースは残り1分きます。残り50秒です。キングレオープンクラス予選第2ラウンド第1組、さあトップ凛太郎が現在中央セクション、アベレージペースは 11.0 ということは第1ラウンドの方がわずかにペースが速いか。残り30秒です。さあそして2位走行勝った選手、先ほど暫定2位タイムですが、こちらタイムアップになりますかね、あとに厳しいのか。さあ第2ラウンド第1組、上位陣はタイムアップちょっと厳しいところでしょうか。残り15秒です。さあトップ凛太郎は予想周回17アップが点灯している。残り10秒残る。さあ凛太郎が最終手前の試験から継続ライン、さあ17周に入っていく。ここで3分経過、タイムアップ、勝った選手ゴー、木村選手ゴー、三浦選手ゴー、凛太郎選手ゴールで、トップ凛太郎選手17分6秒64、更新ならずですね。はい、お疲れ様でした。金俺オープンクラス予選第2ラウンド第1組終了です。続きまして第2組、まもなくスタートいたします。出走ドライバーは増田選手、浩平選手、カズちゃん、今村選手、店長。前列グリッド、浩平選手、店長、お二方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第2ラウンド第2組、3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。さあトップは店長、2番手浩平君、3番手今村さん、4番手増田さん、5番手片山さん。さあ店長と浩平君が手をするノーズ。さあ3番手今村さんが少しミス、ここで片山さんが3番手に浮上。トップ店長、2番手浩平君、3番手おっとクラッシュで、今村さんが交代。さあ浩平君がここでトップに立って、2番手店長、あ店長が少しミス。さあそこへ3番手片山さんが迫ってきた。4番手増田さん、5番手今村さん。さあ少し増田さんがミスしたところに今村さんがまた迫ってくる。4番手バトル。さあトップ浩平君、2番手店長、3番手片山さんが等間隔のバトル。4番手増田さんもまだまだ、あ少しミス。さあ今村さんがここでテールツーモードになるか。浩平君と店長の差はちょうど1秒。2番手店長、3番手片山さんの差がコンマ3秒、4番手増田さんが4秒の差、5番手今村さんとテールスノーズのバトル。さあ店長が転倒。さあこれで片山さんが2番手に浮上。浩平君も少しミスしていたがまだまだトップ。さあ片山さんが迫ってきた。3番手店長、4番手増田さん、5番手今村さん、ここの3台も距離が近い。残り60秒。さあ残りレースは残り1分。残り1分、
康平くんトップ、片山さん2番手、1秒の差、片山さんと店長が少し空いて5秒、店長と増田さんの差が1秒、今村さんも1秒。さあ3番手バトルがまだまだ、さあトップ康平君は少し楽になったか。さあ2番手片山さんもまだまだ、1秒4の差。さあ4番手5番手松田さん今村さんの距離も近い、まだまだ分からない。さあ残り10秒、残り10秒。おっと松田さんがここでミス、もったいない。あー今村さんもミス、あーもったいない。タイムアップ1番、康平ゴール、片山さんゴール、店長ゴールで、マスターさんゴール、増田さんゴール。ありがとうございました。トップゴールは康平選手の16ラップ3分0050、惜しくも17届かずでしたが、まあ、3番タイムですね。はい、トップ3、凛太郎勝った、康平ちゃんまで、では予選4位以降で決勝 B グループを行います。ご準備ください、オープンクラス決勝 B グループ出走ドライバーはカズちゃん店長、今村選手、ニューナヤ選手、増田選手、木村選手。勝ち上がりは上位3ですね。激アツ設定上位3です。はい、ご準備の方お願いいたします。キームオープンクラス決勝 B グループ間もなくスタートいたします。コンピューター実況、一応番号だけ言っときましょうか。1番今村さん、2番木村さん、3番ニューノヤさん、4番増田さん、5番カズちゃん、6番店長の、コンピューター実況番号です。では参ります。キングレーオープンクラス決勝 B グループ8分間周回です。スタートです。片山さん、店長、ニューノヤさん、今村さん、増田さん、木村さん。片山さん、今村さん、店長、ニューナヤさん、増田さん、木村さん。2番、3番が入れ替わりで、店長不要。残り6分、トップ5番、重臭、2位、6番、重臭、3位、1番、重臭、4位、3番、重臭、5位、4番、重臭、6位、2番、重臭。
全員どうしよう。トップ片山さん、2番手店長、今村さん、ニューナヤさん、増田さん、木村さん。ってことは今ニューナヤさんまで勝ち上がり圏内。残り4分トップ5番21周2位6番20周3位1番20周4位3番20周5位4番20周6位2番20周、これで木村さん5番手浮上。残り3分トップ5番26周2位6番25周3位1番25周4位3番25周5位2番25周6位4番24周。残り2分30秒。片山さん店長、今村さん、ニューナヤさん、木村さん、増田さん。勝ち上がり圏内はニューナヤさんまで。その後ろ2秒差で木村さん。残り2分トップ5番31周2位6番31周3位1番30周4位3番30周5位2番30周6位4番30周。残り1分30秒。片山さん店長、今村さん、ニューナヤさん、木村さん、増田さん。残り60秒トップ5番36周2位6番36周3位1番35周4位3番35周5位2番35周6位4番35周。残り30秒。お残り30秒。まだ。さあこれでニューナヤさん、木村さんの差が
2秒24見たまま残り10秒タイムアップ。まだ通ってます。増田さんゴール3番ゴール6番ゴール2番ゴール5番、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 ご準備ください、ご準備ください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。ティングレオープンクラス決勝 A グループ8巡回周回レーススタートです。さあスタートしました。最高峰カテゴリーオープンクラス決勝 A グループ、さあ6台走行の8分間周回レース、オープニングラップトップで帰ってきたのは凛太郎選手、2番手勝田、3番手勝ちゃん、4番手公平、5番手今村、6番手ニューニュー。さあ電話出ようか。残り7分35秒トップリンちゃん、2番手勝田さんが、あーと転倒、片山さん転倒、4番、5周、5番、5周、6、6番、4周。トップリンちゃん、2番手勝田さん、3番手今村さん、4番手浩平君、5番手片山さん、6番手ニューニューさん。トップはテールトゥーノーズ、コンマ2秒の差。さあ、リンちゃんと勝田さんがテールトゥーノーズのバトル。さあ、今村さんと浩平君のバトルもテールトゥーノーズ、3番手争いですね。残り6分、3番、残り6分です、残り6分。1番、中さあ残り間5分30秒です。トップ凛太郎、2番手勝田、3番手浩平が上がった、4番手今村、5番手カズちゃん、これミスカウントか、なんか止まってた、あ、こけてたんか。カズちゃんが5番手、6番手ニューニュー。さあトップ争いは依然テルトノーズですね。現在中央セクション凛太郎勝田。さあ現在ストレートから1コーナー2コーナー、白グリーンのマシンがトップ走行凛太郎選手、その後ろ白ブルーが勝った選手、3番手には浩平が単独前夜2コーナー3コーナー、オレンジ蛍光レンジの松田 787B、 4番手に今村白、あっと今村ミスター、これでニューえカズちゃんが前に出る、さあカズちゃんが4番手浮上、5番手今村、6番手ニューニューはワンラップか。残り時間4分、残り時間4分30秒です。ニューニュー今村半島1周回、1周目が4だ、1周目が4だね。さあということはカズちゃん今村ニューニューが、1秒前後等間隔の4、5、6。さあ後半
相談グループもポジション争いが激しい。さあトップ争いはこれで凛太郎勝ったが3位の公平の後ろまで来ている。4番手グリーンのマシンカズちゃんがじりじりと後続との距離を広げてきている。レーサー残り4分です。残り4分。1番20周、3位2番20周、4位5番20周、5位4番20周、6位6番20周。さあ残り3分40秒です。イゼンテールズのトップ争い、リンタロー勝った。さあギリギリのトップ争い、最終最終、はいクリア。さあクラッシュ車両もバトルしながらパスしていくトップグループ。公平ちゃんはワンラップではあるがトップについていけ。4番手はカズちゃん、グリーンのマシン、前公平ちゃんとの距離は 5.2 秒。5番手今村選手、前片山選手の距離は 3.3 秒。ニューニューが、6番手前今村選手の距離は5秒。1番27周、3位2番26周、4位5番25周、5位4番。さあ残り2分40秒です。トップ凛太郎2番手勝った。イゼンテールズノーズ 0.16。 さあギリギリのトップ争い、現在ストレートから1コーナー。レースタイムは残り2分15秒です。さあ8分間周回率、間もなく6分が経過しようというところ。6分経ってトップ争い、この距離 0.3 秒。前凛太郎、後ろ勝った。さあ公平がワンラップながら食らいついていく。レーサー残り2分です。残り2分。1番32周、3位2番31周、4位5番31周、5位4番30周、6位6番29周。さあベストラップでは凛太郎勝ったが10秒6から7をマークしている。公平ちゃんが3番と走行10秒8。このコンマ1秒が長丁場になると大きな一周となって現れてくるか。そして4番手カズちゃんがグリーンのマシン、現在ストレートから1コーナー。レースタイム残り1分10秒です。さあトップ争いはまだまだテルツノーズ、残り間もなく1分切ろうというところ。さあ7分が経過いたします。8分間周回レース、残り1分、残り1分。3番38周、2位1番38周、3位2番37周、4位5番。さあトップ凛太郎2番手勝ったがギリギリのプレッシャーをかける。5番35周、さあ残り30秒。1位2位 0.2 秒。さあ残り15秒、あと2周。さあトップ凛太郎2番手勝った、ファイナルラップに入っていく。さあファイナルラップ、ここで8分、おお合わせた。さあ3コーナーツッコミ、ここあっとやった、はいゴールゴール、逆転ありきで最後ニューニューまだ帰ってきて、はいお疲れ様でした。トップゴールは勝田選手、2位凛太郎、3位公平選手でした。8分間ドラマチックなレースでした。お疲れ様でした。はい、以上にて前半戦オープンクラス、終了です。ではインターバル3分しましょうか。まあ次はあれか、決勝ワンヒットなんでインターバル5分ですね。インターバル5分です。金運後半戦です。後半戦はワイドツーリングクラスを実施いたします。出走台数は1台減って8台エントリーですので、
予選は4台ずつの、2組分け、決勝は8台1ヒートノンマーシャルで行います。頑張ってまいりましょう。では練習走行は終了しておりますので、予選第1ラウンド第1組ご準備ください。出走ドライバーは浩平選手、カズちゃん、増田選手、ニューナヤ選手。はい、スタートしましたらありがとうございます。では参ります。金売れワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあ早めのスターティングシグナル、予選第1ラウンド第1組ワイドツーリングクラス、オープニングラップトップで帰ってきたのはグリーンのマシンカズちゃん、2番手コウヘイ、3番手ニューナイ、4番手マスノンジュム。さあオープニング、おっとっと最下位、危なかったが、さあここはしのいだ。あーちょっとオレンジが暴れているか。トップカズちゃん、2番手コウヘイ、3番手にこれで増田浮上、4番手ニューナヤ。さあ現在ストレートから1コーナーに入っていくグリーンのマシンのトップ走行、片山選手。さあ蛍光オレンジ、コウヘイちゃんがカズちゃんの後方を迫ってきた、プレッシャーをかける。さあ序盤の45秒が経過いたしました。レーサー残り2分15秒です。トップカズちゃん、2番手コウヘイ、さあテールツーノーズの 0.3 秒差。おっと戻った、ラッキー。さあ3番手マスター、4番手ニューナヤ。さあここは残り2分トップ。さあレーサー残り2分です。順位の入れ替わりはまだないか。さあトップカズちゃん、現在ストレートから1コーナー2コーナー、コウヘイは候補 0.4 秒でつける。さあ中央転倒、走ってる、これだよ。ナイスマーシャル、手が長かった。さあトップカズちゃん、2番手コウヘイ 0.2 秒、現在中央セクション。3番手には増田単独、4番手ニューナヤ。さあ残り1分30秒、折り返し点を過ぎました。3分間周回です。金ウレワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組。さあグリーンのマシンとオレンジのマシン、トップ争いが熾烈なバトルとなっている。残り1分20秒。さあ 0.3 秒差、前カズちゃん、後ろコウヘイ。残りは間もなく1分となります。さあ1位にまだまだ分からない 0.29。 残り60秒。さあラスト1分、ラスト1分、中秋2位4番中秋、さあ依然トップはカズちゃん、2番手コウヘイ、中秋4位1番中秋。残り45秒。さあトップカズちゃん守りきれるか、公平させるか。ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組、残り時間まもなく30秒です。さあトップカズちゃん残り30秒、番手公平17ラップペース。さあカズちゃんも苦しいが、残り20秒、あと3周。さあここで13秒残しですね、もう1周は確実入る。残り10秒。うわ、さあ残り10秒のコール、あと1周半トップグループ。さあファイナルラップ、カズコウヘイ、ここで3分経過。さあまずはマスターゴール、ニューニューゴール。うわうわうわすげえ、最後キャプテンでコウヘイトップゴール、17分3分9秒15。お疲れさんでした。いやレース予選走行から激アツでしたね。お疲れ様でした。ナイスレースでした。トップゴールは浩平選手、17ラップの、3分9秒15。はい、では続きまして第2組の方ご準備ください。出走ドライバーは、木村選手、今村選手、凛太郎選手、店長。はい、スターティングマッシャルありがとうございます。では参ります。金ウレワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。オープニングラップトップで帰ってきたのはリンタロウ、これで2番手今村さん、3番手木村さん、4番手店長。あ、リンタロウ飛んだ。これで順位変わってトップ今村さん、2位木村さん、3番手リンタロウ、4番手店長。
え、リンタロこれで2位。リンタロがもうトップまで帰ってきた。残り2分トップ3番ご周あーこれで3位4番ご周ガチャガチャ2番4周4位1番4周それでトップは今村さん2番手凛太郎3番手店長4番手木村さん凛太郎がもう今村さんのすぐ後ろまで来た。残り60秒トップ3番重臭2位4番重臭3位1番重臭4位2番重臭残り30秒残り30秒トップ凛太郎2番手今村さん3番手木村さん4番手店長残り10秒タイムアップ2番ゴール1番ゴール店長ゴール3番ゴール4番ゴール電車ゴールパーキングレワイドツーリングクラス予選第1ラウンド終了です。集計結果が出ます。集計結果は浩平ちゃんが暫定ポールの17分9秒です。以下カズちゃん、リン太郎、今村選手と続いてあります。まあどっちにしろね、決勝は8大ワングループですので予選もね、気楽なもんですね。はい、では続きましてワイドツーリングクラス予選第2ラウンドに参ります。第1組の方ご準備ください。出走ドライバーは浩平選手、カズちゃん、増田選手、二宮選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キームレワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあスタート。うわぁ、ワテのバッテリーがあった。さあオープニングラップトップで勝ちたのは浩平選手、2番手にニューニュー、3番手マスター、4番手やってもたカズちゃん。さあ序盤の30秒が経過。いやーっと危ない。さあラッキーラッキー。さあなんとか戻った。さあ3番マスター、ここでラインを譲ってカズちゃんが3番手に浮上。トップは依然浩平選手、現在中央セクション蛍光オレンジのカモフラージュカラー、そして同じく蛍光オレンジの2番手走行ニューナヤ選手、その後ろグリーンのマシンカズちゃんがすごいペースで追いついてきている。4番手には増田選手。さあこれで2番3番ニューナヤカズちゃんが 0.3 秒差レーサー、残り2分で序盤の1分が経過いたしました。さあこれで2番3番入れ替わってカズちゃんが2番手に浮上。おっとっと、今リカバリー超早かったな。さあ浩平ちゃんが最初コーナー一瞬ボールタッチでしたが1回転決めて素早くリカバリー。2番手カズちゃんとの距離は 2.5 秒差、3番手ニューナヤ選手が前カズちゃんとの距離は1秒、4番手増田選手が前ニューナヤ選手の距離2秒、レーサー残り1分30秒です。
さあ折り返し地点を過ぎております。ワイドスリングラス予選第2ラウンド第1組、さあ先ほど浩平ちゃんの暫定ポールを更新することができるんでしょうか。アベレージベースは 11.22 現在、若干届かずというペースでしょうか。トップ浩平選手2番手、カズちゃんも先ほど浩平ちゃんのすぐ後ろでゴールでしたので、更新となるとなかなか厳しいか。レーサー残り1分です。ラスト1分、ラスト1分、キングワイドツーリングラス予選第2ラウンド第1組、トップ浩平選手現在計測ラインから最終コーナー、ストレート1コーナー2コーナー入っていく蛍光レンジのマシン。おっとっと、さあニューニューがちょっとタイムロスが大きかった。さあこれで増田が迫ってきている。その後ろにはトップの浩平、さあカズちゃんが2番手。レースタイムは残り30秒です。残り30秒、トップ浩平2番手カズ、おっと、さあクラッシュがあってこれで3番4枚入れ替わった。さあ増田が1つポジション上げる3番手、ニューニュー4番手、その後ろにはトップの、2番手のカズちゃんが見えている。さあ浩平ちゃんが残り15秒、前完全にクリア、ラス、いやもう一周入るかな。ここで10秒コール。さあ浩平もう一周ある。さあ2番手カズちゃんが浩平ちゃんの後ろ2秒まで迫ってきている。さあファイナルラップに入っていく。まもなく3分経過、どうだ。タイムアップはカズゴール、ニューニューゴール。あ、増田呼んでないね。マスターさん、計測だけもう一遍通過してくださいね。修正し、ちょうどアイデアやから分かる。はい、電車ゴールでーす。はい、ではワイドスリングラス予選第2ラウンド、第1組まで終了しまして、予選最終組ご準備ください。第2組ショットドライバーは木村選手、今村選手、凛太郎選手、店長。さあ今のところ浩平ちゃんの暫定ポールタイム17分9秒、まあ、すぐ後ろにカズちゃんもいてます。決勝は8台走行ですので、まあ、お気軽に参りましょう。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キングレーワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第2組、3分間周回です。スタートです。オープニングラップトップで帰ってきたのは凛太郎2番手、店長3番手、木村さん4番手、今村さん。おお、木村さんちょっとミス。あ、今村さんもミス。凛太郎ベスト 10.7。 残り2分、トップ3番5周、2位1番5周、3位2番4周、4位4番4周。これで店長と木村さんがちょっと近づいた。残り60秒、トップ3番重臭、2位1番重臭、3位2番重臭、4位4番8臭。
り30秒。残り30秒。トップ凛太郎、2番手店長、3番手木村さん、4番手今村さん。残り10秒。タイムアップ。はい、お疲れ様でした。では予選ラウンド終了でインターバルです。トップゴールは凛太郎の17分8秒64。どうなの。はい、暫定ポール更新となりました。はい、以上にて予選ラウンド終了ですのでインターバル3分間です。ワイドツーリングラス決勝を行いますが、番号順で入っていただくので、計測は通過せずに操縦台を選びいただきまして、ピットロードで車停車してお待ちください。7番で、番号コンピューター実況ですので、予選順の番号でいきます。1番凛太郎、2番浩平、3番和ちゃん、4番今村さん、5番店長、6番木村さん、7番増田さん、8番ニューナヤさん。で、大丈夫、アキレス腱伸ばしとかんで大丈夫ですか。はい、セルフマーシャルですんで。人間だけは怪我せんよね。そこだけはお気をつけくださいね。まず3階から下ろすのが大変なんで。はい、番号をもう一回言うときます。1番凛太郎くん、2番浩平ちゃん、3番和ちゃん、4番今村さん、5番店長、6番木村さん、7番増田さん、8番ニューナヤスさんです。はい、ではワングループノンマーシャル8分間周回レーススタートいたします。キングレバイドツーリングラス決勝 A グループ8分間周回レースです。残り7分トップ3番5周21番4周3位5番4周4位7番4周5位4番4周6位6番4周7位8番4周8位2番3周残り6分トップ3番上州2位5番上州3位4番上州4位6番上州5位8番上州6位7番上州7位2番上州8位1番8州
残り5分トップ3番15周2位5番14周3位4番14周4位6番14周5位8番14周6位2番14周7位1番13周8位7番12周残り4分トップ3番21周2位5番19周3位4番19周4位6番19周5位8番19周6位2番19周7位1番18周8位7番18周残り3分トップ3番26周2位5番25周3位4番24周4位6番24周5位8番24周6位2番24周7位1番23周8位7番22周残り2番トップ3番36周2位2番35周3位5番35周4位4番35周5位6番34周6位8番33周7位1番33周8位7番32周残り30秒。
タイムアップ6番、ゴール1番、ゴール2番、ゴール7番、ゴール5番、ゴール4番、ゴール3番、ゴール8番、ゴール上車、ゴール…ミスカウントもあるかもなんで、まあまあマイラップ出しときます。カズちゃんトップね、間違いなしや。一回流れて、それ向かれてまた向き返したときに当たってマイラップ出しときますね。まあミスカウントあったら各自ご自分でチェックしといてください。はい、以上にて本日金曜レッサンレース全日終了です。また来週もよろしくお願いいたします。